うわー、いてて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 、いてて、あ、あれ、ここどこ、え、てか、あれ、俺家にいたはずじゃ、待って、なんか視点が低いような、あれ、それに待って、手がない、手が映ってないぞ、お、おかしいおかしい、ちょっと一回自分の姿見てみるか、で、なんだこの四角い見た目、待って、俺マイクラのスライムみたいになってんだけど、て、待って、ケノタロウは、もう大きな声出してどうしたの、ちょお兄ちゃんみたいなスライムがいるんだけど、じゃあ、お兄ちゃんみたいなスライムじゃなくてお兄ちゃんだよ、てかお前もスライムになったの、同じような見た目してんだけど、え、嘘だろ、確かに起きた瞬間視線低いし、お兄ちゃんも変な姿になってるし、見たこともない場所だし、おかしいと思ってたけどてかケナ太郎、あの結構スライム姿似合うな、バカにはしてない、ちょ燃える燃える、あ、気をつけて燃えるから、え、てかどういうこと、いや、わかんないよ、急に目が覚めたらスライムになっててさ、目が覚めたらスライムになっていた剣ってこと、いや、転生したらスライムだった剣、それだー、なんか今の状況マジでそれっぽくない、なんか起きたら知らない場所にいるしスライムだし、そうだね、あの大人気アニメのやつじゃん、でもなんで転生したの、いつもならさ、俺ら爆破して転生とかじゃん、なんか急にこういう始まり方なんだ今日の動画、あれか、俺がお兄ちゃんの口の中と鼻の穴にスライム詰めたのが悪かったか、おー、ふざけんな、窒息死するわ、てか、下からこうなってんのか、ごめん、いいよ、一発殴って、殴れるかな、ないけど、手、ほら、あ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 、ほら、もう一回殴って、飛んでく、ほら、俺痛くないよ、え、スライムだからかな、嘘でしょ、聞いてないの、ほら、ほら、ちょ、おい、おい、落としてんな、お兄ちゃん、でも待って、スライムだからかさ、落下ダメージないんだけど、ほら、ケアトラ降りてきたよ、ほんとだ、ぽよん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 してる、みんな、スライムになったケナスイとケナトロはどう、似合ってる、かわいいじゃんって思ったら、たくさんコメントしてね、高評価もよろしくね、よっしゃー、せっかくダメージ食らわないぽよぽよボディになったし、洞窟探検でも行こうぜー、おー、ちょっと待って待って、あー、早いな、ケナタロ、すごい、よいしょ、おー、だいぶ進んできたねー、なんか遺跡があるところまで来たよ、そうだね、それにしてもケナタロ、ここん、なんか出そうで怖いね、この奥、あー、そうだね、まあ、なんか出そうっていうか、もう出てるけど、もう出て、いやいなかったって、そんなもう出て、いや、お兄ちゃん、うおー、ちょ、ここまでやってくるとは、一体何者だ、なんだこいつ、ドラゴンだ、すげえかっこいい、ドラゴンだ、おー、ちょ、ケアト、近づくなって、危ないぞ、食べられる、かっこいいだと、ほら、怒ってるって絶対、ケアト、食べられるよ、パクされる、我が名は、暴風竜ヴェルドラ、お主、見る目あるな、照れるではないか、おお、嬉しがってるんだ、変なドラゴンだな、なかなか話の分かるやつで嬉しいぞ、お主たち、名前は何という、あ、俺は、スラ太郎かな、スラ太郎、じゃあ俺は、スラソユです、ケナソユにケナ太郎か、なんで分かったの、ねえ、もう全然聞いてないな、全然聞いてないな、設定すごい進めてくるな、こいつ、ねえねえ、ベルドラだっけ、ベルドラなんでこんな場所にいるの、わしは実はここに封印されていて動けないんだ、昔千年も前からわしはここに封印されている、千年、どうしてそんな昔から封印されてるんですか、まあでかい竜というのはみんな怖がるもんでな、仲良くしようとしても恐れられ、あげけの果てにはこうやって封印されてしまった、なんかかわいそうだね、こんなにかっこいいのに、ねえドラゴン、その封印解くことってできないの、え、キャタロ、こんなでかいドラゴンの封印解いて大丈夫なの、え、だってさ、みんなと仲良くしたいわけじゃん、じゃあ大丈夫じゃない、いや、そうかもしれないけど、なんかめちゃくちゃ俺らのこと食べてきそうじゃない、なんか口パクパクしてるし、何、この封印を解いてくれるのか、うん、俺たちにできるなら、あと俺たち二人を食べないって約束するなら、そうだね、そうじゃな、
それは約束する。おお。実はこの封印を解くには鍵が必要なんだ。その鍵はシズという少女が持っている。あ、じゃあさ、世界を探検しながらそのシズっていう少女探そうよ。どう？ああ、確かにそうだね。面白そうだし、ちょっとそうするか。そういえばお主たち変なスキルを持っているな。スキルって何？お兄ちゃん知ってる？いや、俺も知らないな。スキル？俺たちに？この世界にいるやつはみんな何かしらのスキルを持っておる。お主たちの捕食者か。これは珍しい。いいところに化け狐がいるじゃないか。化け狐？武器ならこの辺に落ちているだろうから、それであいつらを倒してみろ。あー、あ、オッケーなんか。おー、ほんとだ。こんなみたいなの。ちょ、武器拾ってきなだろ。これだ。あ、武器落ちてるよ、ここ。俺拾ったよ。倒してみようか。捕食、捕食。あ、いけ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 。ほら、ほら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 。いけ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 。モンスターハンターだー。勝てるかな、スライムだけど。あ、意外といいかも。でも全然倒せない。倒した。倒した。おーおーおー、すごい。ほら、おー、ふわーってふわーってなった。え、うわー、なんか出てきた。スキル変化を取得だって。マジで？スキルゲットしました。化け狐を倒したことで、あいつのスキルである変化が使えるようになったというわけだ。やってみて、やってみていい？いいよ。あ、にゃ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 っぱー。おー、あ、いつもの姿に戻った。うわー、いつもの俺になってる。おーおー、すげー。ペイペイってことは、ちょ、え、それそうじゃん。今お兄ちゃんはスライムで、俺は人間ってことは、俺の方が強い。それ弱い者いじめって言うんだよ。だーわーい。おい、たお、ふざけんなよ、お前。ひどすぎるだろ。いや、お兄ちゃんも変化使えるんでしょ。なってみたら人間に。じゃあ俺も変身してみるわ。いきます。よいしょ。はい。おお、うわー、どう？あ、なんか、おお、え、戻ったこっち見て。何？お兄ちゃんってカツラだったの？いやいや、何の話？なんか髪の毛ずれてる。ちょっと変化の術がうまくいってないのかな。え、ってことはさ、これさ、鳥を倒したら空飛べたり、カニを倒したらでっかいハサミ使えるようになったりとかするってこと？めっちゃ便利じゃん、これ。最強じゃん。やっぱ転生したらチート能力をゲットするっていうのは定番なんだね。うむうむ、最初はいろんな能力を集めながら進むのがいいだろう。それと鍵も頼むぞ。もちろんだよ。しずさん見つけたらここ帰ってくるからさ。よし、じゃあキャナトロ行くか。キャナスユーチャンネル。うわぁ、どうした？見て、外の世界にはなんか見たことない鳥みたいなやつとかいっぱいいるよ。あいつ倒したらさ、もしかして羽ゲットできるんじゃない？飛行の能力とか。確かに、それでしずさん探しに行けばいいんだ。めっちゃ効率上がるよ。よし、行こう、倒そう。うわぁ、行くぜ。いけ、狩りだ。てめえ、羽持ち。痛い、ほら、頑張れ、ナイス。うわぁ、どうした？よいしょ。振るの遅いけど、攻撃力強そう。うわぁ、すげえ、2発で倒した。すげえ。おお、俺らスキル飛行獲得したよ。これで飛べるのかな。どうだろう、ちょっとケナ太郎、なんか変化ありそう？変化どころか、俺もお兄ちゃんも生えてますもん、羽が背中に。ん？おお、ケナ太郎生えてる。え、待って、俺も。おお、何？え、ちょっと待って、お兄ちゃん、ケナ太郎飛んでる。ちょ、俺空飛んでるって。え、どうやって飛ぶの？やばいって。おお、見て、ちょっと待って、羽で飛びながらなんか空中で走ってんだけど俺。よし、この飛行の能力があったらさ、簡単に見つけれるんじゃない？他にも役に立ちそうなモンスターとかいたらどんどん買っていこうぜ。あ、確かにそれいいね。よし、飛べ。うわー、冒険だー。ちょっと待って、早くやったろ。キャンスユーチャンネル。おー、湖が、お兄ちゃん、なんか、おー、湖来たね。湖が門番みたいなやついるよ。ん？なんだあれ。なんだあいつ、まがまがしい雰囲気出てて強そうだな。よし、やるか。俺たちなら勝てるぞ、これ。あいつ倒したらすごいスキル手に入れられそうだしさ、頑張ってみるか。飛べるしね。よし、行くぞ。ついてこい。ハサミ打ちだ。うわー、大丈夫かな。やすめ、バレてない。あ、やべ、間違えて変なとこで打っちゃった。キャド、行け。こいつ全然動かないぞ。おらえ、待って、やべえ、やっちまったよ。弟ごと倒してしまったけど。あー、来た。あ、スキルデスソード獲得って。何それ、キャドル。痛い。何それ。なんか新しいスキルのデスソードってやつ、もう覚えてよ、俺使い方。おお、え、めちゃめちゃかっこいいじゃん。あ、これか、なんか手元にある。
うわ、見て。あ、いやちょ、ちょ、ケナ太郎。ケナスイチャンネル。いやー、それにしてもたくさんスキル集まったね。もう武器もスキルも多すぎて自分でも分かんなくなってきちゃったよ。いやー、でもさー、うん、お兄ちゃん、たくさんこんなにスキル集まったけど、その封印を解く鍵を持ってるっていうしずさんにはなかなか会えないね。あ、そういえばそうだね、俺らしずさん探してたんだ。あー、早くベルドラ助けたいな。ベルドラがどうかしたのかい？ん？いて、おー、びっくりした。え、ケア太郎？あー、ごめんなさい、ちょっとやりすぎちゃったかな。あ、ケア太郎いた。おい、てめえの敵か。てか、この人何？ベルドラ知ってんの？あー、知ってるよ。それで、ベルドラがどうかしたのかな？あー、しずさんって知ってますか？しずさん、俺たち今、しずさんって人を探してて。私がしずだよ。え、この人がしずさん？それで一体私に何の用だ？あー、実はベルドラを封印してあるところの鍵が欲しいんですけど。ベルドラの鍵だと？どうして私がベルドラの鍵を持っていることを知っているんだ？いや、それは実はベルドラから。ここじゃ話せない。とにかく一度場所を変えよう。ついてこい。なんで場所変えるんだろう。わかんない。俺たちが鍵の持ち主知ってることにめっちゃ驚いてたし、なんか聞かれちゃまずいことなのかな。うわ、なんかすごいとこに連れてこられたね。ね、闘技場だよね、完全に。闘技場だ。さて、どうしてベルドラの鍵の場所を知っていたか教えてもらおうか。おー、そういうことか。それは普通にベルドラから聞いて。ベルドラから？まさか洞窟に入ったのか？入ったというか、俺たちの実家というか、住みかというか、生まれた場所というか、ね、生まれた場所だからね。なんだと？まさかお前ら、ベルドラの手下か？手下？いや、別に手下とかじゃないけどな。うるさい！全国の町を破壊したと言われている最悪のドラゴンと会ってる時点で、お前たちは人類の敵だ！ここで倒させてもらう！やばいやばい、キャドロ！うわぁ！なんか襲ってきたよ！やばいやばい！違うよ、みんなと仲良くしたい。友達ドラゴンだよ、あれは。友達ドラゴンだよね。そんなわけあるか。めっちゃ襲ってきてる。ダメだ、何も聞いてくれない。もうケナと戦うしかないよ、一回。やばい、さあ、やるしかねえ。いけ、格闘か。うら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 。俺も援護する。疾風着裂拳。ちゅ。俺も援護するよ。ほら、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 ほら。え、倒した。ほら、倒した。待って、ん？お兄ちゃん、しずさん、しずさん倒したら鍵落としたよ、この人。ほんとだ、タワーキーみたいな。ごめん、ちょっとしずさん、別に俺ら倒すつもりはなかったんだけど。鍵もらいたかっただけだけど、急に襲ってきたからね。しょうがなくだよね、ちょっと強くなりすぎたね、俺らスライムから。でもどうする？さっきしずさんが言ってたことが本当だったらさ、ベルドラってやっぱ悪いドラゴンなのかな。でもそんなことないでしょ。とにかく洞窟に戻って一回ベルドラと話してみよう。あー、そうだね、それが一番いい。よし、飛ぼう。ケナ太郎、行け。ベルドラのとこに戻ろう。行け。ベルドラー、よーし、着いた。ベルドラ鍵持ってきたよ。いる。おー、いた。何？本当か？いや、遅くなってごめんね。構わん。千年ここで耐えたわしからすれば、数年間など大した時間じゃない。あー、そっか、千年ここにいたんだもんね。よし、今開けてあげるからね、お兄ちゃん。そうだね。ありがとう、お主らは一生の友じゃ。それじゃあ開けるよ、せーの。ちょっと尻尾で見えないな。えい。最悪のドラゴンって言われたこの我の封印を解くとはな、こういうのが出てきた。バカなやつらだ。あ、違う。え、なんて言った今ケアだろう。待って、最悪のドラゴン、もしかして俺たちこれ騙されてたやつ。騙されてたし、とんでもないことしちゃったぞ俺ら。解き放っちゃった、封印解除しちゃった。再びこの世界を地獄の底に叩き落としてやろう。おお。ああ、ちょっとまずいね。どうしよう、これやばいな。これ俺たちこのままだとこの世界を終わらせた魔王の手下みたいな感じで歴史の教科書に載ってしまう。やばいって。
まず手始めに、お前たち二人から食ってやるからな。やばいよ、ケナ太郎。こうなったらもうあれだよ。ボコスだ、俺が強いし。よし決めたぞ、お前ボコスからな。よし、行こう、やってみよう。面白い。やってみるがいい。おらクソ、当たんないか。おーい、なんか、すごい火まとってる。なに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 。おー、燃え、めっちゃ燃えてる。なんだあれ。おら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 。必殺技出したいけど、やべ、こっち来てる。今回めっちゃ強いぞ、敵。なかなかやる。でも俺のダイヤモンドキックの勝ちだ。あとちょっとで必殺技できるから。ダイヤモンドキック。おー、え、待って、俺のダイヤモンドキックで塵にしてやったぜ。強っ。俺たちドラゴンを倒すまでのスライムになったってこと。つまり俺は今この世界を終わらせる力を持ったということか。おい、あはは、全然お前、一応そうはさせないぞ、お前待て。はい、ということで皆さん、今回僕たちスライブから、ドラゴンを倒すまで強くなりました。今回のね、ケナスユキナ太郎のね、活躍かっこいい、そしてこの武器とかすげえと思った方、皆さんチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。最後に勝負だ、ケナ太郎、どっちが最強か教えてやるぜ。教えてやるぜ。おら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 、おい来いよ。いった、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 だー！おら！いや、負けた。おら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 ！だー！みんな、今日から俺が魔王！